マルサの女は1987年公開の日本映画。国税局査察部において最優秀作品賞、最優秀主演女優賞、最優秀主演団優賞、最優秀助演団優,賞,優賞、最優秀監督賞及び最優秀脚本賞を受賞し、主要部門をほぼ独占した。また、作品の成功を受けて、カプコンがファミリーコンピュータ向けにゲーム化。 翌年には、続編の、マルサの女にが制作された。港町税務署のやり手調査官、板倉良子は、館内のパチンコ店の所得隠しを発見したり、老夫婦の経営する、食品スーパーの売上形状漏れを指摘するなど、地味な仕事を続けている。そんなある日、実業家、近藤秀樹の経営する、ラブホテルに、脱税の匂いを感じ、調査を行うが、 強制調査権限のない税務署の業務の限界もあり、巧妙に仕組まれた、権道の脱税を暴くことができずにいた。そんな中、涼子は強制調査権限を持つ、東京国税局査察部の査察官に抜擢される。着任早々に功績を上げ、やがて仲間からの信頼も得るようになった涼子。ある日、権道に捨てられた、愛人、ケンモチカズエから丸さに、密告の電話が入る。 良子は税務署員時代から目をつけていたゴンドの調査を自ら進んで引き受ける。良子の努力が実を結び、ゴンドに対する本格的な内定調査が始まることになった。暴力団、政治家、銀行が絡んだ大型脱税との戦いが始まった。痛み本人は本作制作の動機について、お葬式などのヒットによる収益を税金でごっそり持っていかれ、 税金や脱税について興味が湧いたためと語っている。当初政策側は、内容が、内容だけに、国税庁の協力は期待しなかったが、国税庁は、どうせ作るなと言っても作ってしまうだろうから、それなら、納税者に誤解を与えないよう、正確な内容にしてほしいと取材に協力的で、査察部の合冊レシーンでは、マルサオービーも監修に協力している。 の女と銘打った作品は、後に4作作られることになり、またそれと共に主演、宮本信子を、日本を代表する演技派女優へと転身させた点で、今作は、痛み映画の路線を決定づける記念すべき作品となった。主演の宮本信子演じる板倉良子は、元小石川税務所長の斎藤和子が、モデルの一人。これまでの津川正彦の役どころは、 いわゆる、モテ系が多かったが、本作では、痛みの卓越した着眼点から、中間管理職の中年を配役され、見事に演じ切った。津川本人も、自分の新しい側面が引き出せたことに非常に満足し、日本アカデミー賞をはじめ、あらゆる映画賞を受賞した際には、痛みへの感謝の言葉を述べている。当初、伊住院の役は2枚目俳優を探していたが、 スケジュールの都合などで見つからなかった。クランクイン前は川谷拓造がキャスティングされ、他のキャストやスタッフと共に国税庁査察部見学に参加したが、途中で無断帰宅してしまう。伊丹はこちら側が謝罪すると役者と撮影者側の力関係が固定化すると考えて川谷をキャストから外した。その後、伊丹が偶然見た。 深川通り魔殺人事件のテレビドラマに犯人役で出演していた大地野夫とコンタクトを取って映画に参加してもらう。当初はヤクザの古文役だったが配役が難航していた伊住院の役に抜擢した。メイキングボン、マルサの女日記によるとあざとい演出だからといった理由で前編にわたってクローズアップ撮影はほとんどない。川喜八郎役の田信介は 当初はよりヤクザらしく顔に傷を入れるメイクを施す予定だったが、もともと交通事故で作った大きい傷があったため、その傷を生かしたメイクにした。宝くじの男のセリフはギリアーク自身の声ではない。何度もギリアークにセリフを言わせたものの、痛みは全く納得がいかず、別人物の声をアテレコで入れている。アバンタイトルの冒頭の雪の中の病室、税務署。 国税局などは、初代にあった東京工業試験所の廃建物を利用した。近藤秀樹が事務所と使ってる家は、千代田区にある旧渡辺幼児建築事務所。部屋の中はセット。杉野光子が、強制調査の朝、ゴルフの打ちっぱなしに出かけた後立ち寄る、美容室は、港区青山にある旧伊藤五郎美容室。強制調査中の自宅を飛び出した、近藤太郎を、 板倉良子が追いかけるシーンでは、玉川橋梁付近の玉川土手と小田急線の踏切が使われている。スバル銀行は当時監督の取引銀行だった三菱銀行六本木支店。ラストシーンは、下月園競輪場。DVD は2005年2月に限定版の伊丹13コレクション戦う女ボックスに組み込まれて、ジェネオンエンタテインメントから発売。 おって2005年8月にメイキング DVD マルサの女をマルサすると同時に単品でリリースされている。音楽ホンダとしゆき1987年配給収入10億円以上番組日本に映画制作者連盟この異名は撮影当日になって追加されたセリフだった。総合産でラブホテルに入るカップルの男にやや強引に誘われるママの女。 日本総合経営協会痛み13記念館2009.0130マルサの女がマルサを語るレポートメイキングボーンマルサの女日記では映税無所の S さんとして匿名で書かれているマルサの女日記 P64 著書マルサの女日記 P64 著書マルサの女日記よりダメ元で協力依頼を出したところ二つ返事で快革をもらえたというしかし 全国銀行協会のお達しにより三菱銀行とわからないように撮影することを条件として許可が出ている。ありがとうございます。